南国のバラ作品388は、ヨハン・シュトラウス2世が1880年に作曲したメドレー形式のウィンナ・ワルツ。作曲者の10ワルツの一つに数えられる。イタリア国王・ウンベルト1世1880年10月1日、ヨハン・シュトラウス2世は自作のオペレッタ、女王のレースのハンカチーフを初演した。イタリア国王・ウンベルト1世はこのオペレッタを大変。 気に入り、やがてそのことが、ヨハン2世の耳にも伝わった。ヨハン2世は即座にこのオペレッタに登場するモチーフを、編曲し、地中海沿岸に位置する、南国イタリアを思わせる、南国のバラという題名のワルツにし、これを、ウンベルト1世に検定した。1880年11月7日に、弟、エドアルト・シュトラウス1世の指揮する、シュトラウス管弦楽団によって、 ウィーン・ラク・ユー・教会において初演された。ワルツの主題は、オペレッタ、女王のレースのハンカチーフの、第一幕、トラファル・カプリット、第二幕の名称、野ノバラが花開くところやロマンス、第二幕フィナーレのヘルビー・アイン・ストロル、第三幕フィナーレのアイネ・ケーニ・ギン・リー・ブット・ディッヒ、などから取られており、ワルツの題名は、第二幕の名称に触発されている。第一ワルツへ、 蝶々によるワルツの第一部は優美な旋律であるが雰囲気は哀愁を帯びている。ワルツの第二部 A もまたより内政的な雰囲気を帯びているが第二部 B はより躍動的である。第三部の学説全体は都蝶々であるのに対し第四部は変歩蝶々でありシンバルの一打によってクライマックスに至る。落ち着きのない響きの変歩蝶々によるコーダは間もなく 第3部 A の再現と交代する。第1部 A が、曲末につかの間現れた後、第4部 B が今度は、主張のヘ長長で導入される。ワルツの結末を彩るのは、一連の加工和音であり、太鼓連打と最後のファンファーレが色を添える。ウィンフィルニューイヤーコンサートへの登場歴、新帝大作曲家の肖像と生涯、P190 をイキメディアコモンズには、 南国のバラに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。